株主優待廃止になった銘柄のお話と自分の持ってる銘柄についてもそういうリスクがあるかどうかっていうのを確認するやり方について解説していきたいと思います、まあ、本当に特にね株主優待狙いで株を買ったっていう最近始めた株初心者の方はぜひ参考にしていただければと思いますでまず本日出たニュースなんですけどもトラスコ中山っていう会社がありましてこの会社ねめちゃくちゃ有名な株主優待にすごく力を入れている会社なんですね その会社がまさかなんと株主優待廃止ということで、えー、個人的にはですね、めちゃくちゃ衝撃を受けておりますということで動画化しております。で、まあ理由としてはね、あの、株主を増やしたいから株主優待制度を始めたんですけども、びっくりするぐらいこう順調に増えすぎて、ちょっとね、団長の思いではありますが、株主優待制度の廃止や株主総会会場を 含む運営費用の見直しを行い、さらなる成長のための投資につなげてまいりますと。で、まあ、それなんでなんですかっていう話になってくるんですけども、そもそもこのトラスコ中山っていう会社は、ものづくりの会社ですと。で、結局その本業のものづくりのところに力を入れたいから、物流設備とか情報システムですね、もうこう書かれてるんですけど、そちらに投資を力入れていきたいので、この優待はね、ちょっと一旦、えー、やめさせてくださいという話ですね。 なので今後、要するに株価の上昇っていうところを持って株主還元しますよという話ですね。トラスコ中山の株主優待廃止のニュースが今日の取引時間中にですね、発表されてもそこからね、株価がこう3%近くね、下落してしまうということで、まあただその後ね、じりじり回復してきているというそういう状況なんですね。まあ、なのでこの株主優待廃止っていうのが株価に与えるインパクトっていうのは、まあ、これぐらいありますよと。 トラスコ中山に関しては、そこまで大きな影響はないかなというふうに思ってます。で、その理由なんですけど、ここに不動株っていうふうに書かれてるんですけど、この不動株っていうのは一般の個人投資家が持ってる株の比率なんですね。これが11%しかない。僕結構低い方なんですけど、まあ、なので個人投資家が、あ、優待廃止になった、じゃあ売ろうって言ったとしても 11.、11.7%にとどまるというところで、 まあ、そんなに株価本体へのインパクト、影響力はないかなというふうに思ってます。じゃあ、どういう会社の株がインパクトあるんですかっていう話で、このコロワイドですね。もう、すごく有名な飲食銘柄ですね。この会社なんか見ると、不動株63%ということなんで、個人投資家が63%持っちゃってると、影響がすごいということで、もう、こういう不動株が多い会社が、もし株の集体やめますと、 いうことになったときは、めちゃくちゃ株価へのインパクトはあると思います。はいということで、まずその株価へのインパクトっていうところに関しては、不動株、個人投資家がどれぐらい持っているのかを知るといいよという話ですね。まあ、さっきの楽天証券で見てたんですけど、えー、皆さんお使いの証券会社でそれは確認できるので、そこを一旦見てみるということですね。で、ここからは、 えと皆さんが持っている株主優待狙いで買った銘柄も一応ちょっとチェックしといた方がいいかもしれないですねっていう話とそのチェックの仕方について解説していきたいんですが、えー、EPS と一株当たり配当プラス優待がどうなっているかっていう話なんですね、えー、ここの EPS ですね一株当たりの利益これがトラスコ中山であれば109.6円になってますとで配当は21円です で、株主優待は、トラスコ中山は、100株あたり5000円分なんで、ここに50円を足しますということですね。100株で5000円なんで、1株であれば50円ということですね。その50円を足すと、ここの株主還元って意味では、配当プラス優待で、70円になりますよと。この EPS ですね。1株あたり利益と、その配当プラス優待ですね。これですね。そこが EPS の方が大きければ、まあ問題ない可能性の方が高いです。 なんですけれども、この EPS よりも配当と優待の方が大きい場合は、配当成功、うんまあ、いわゆる株主還元成功が100%超えてしまっているという話になるんで、リスクとしてはありますよと。いつ株主優待および配当金を減配してもおかしくはないですよという話ですね。まあ、例えば JT とかだと、この EPS と一株当たり配当というのはほぼイコールになっているんで、減配する可能性あっても全然不思議ではないですよと。 キャノンとかも現に EPS を超えた配当を出してたんで、減配しましたよというそういう話。あと日産とかもそうですね。自分の持っている銘柄の配当プラス優待が EPS よりも大きいか大きくないか。そこはね、えー、まあ最低限ですね。確認しておいて、この EPS よりも優待配当が大きいっていう状況がずっと続くようであれば、 いずれ、優体解約とか、配当減配とか、そういう確率は高まってくると。あとはね、本当にその自己資本比率とか、ここも40%超えてるといいとか、有利子負債倍率も少ない方がいいとか、まあいろいろあるんですけど、それをね、いろいろ細かく言い出すとなかなかこう難しい世界になってくるんで、ひとまずはこの EPS と配当プラス優体、ここの部分ですね。これがどうなってるかというのを今皆さんが持ってる 株で、かつ株主優待狙いで買った株に関しては、まあ、これちょっと見といた方がいいかなっていうところで、特に飲食系の優待ですね。皆さんご存知コロナウイルスの影響で非常に業績下がってきているところ多いんで、やむを得ず優待廃止しますとか解約しますとかいうのが、これからもしかしたら結構出てくる可能性も、まあ、なきにしもあらずだなというところで、会社として優待を出せる余力があるのかっていうところはね、まあ、見ておきたいかなっていう感じですね。 その見る場合は、この配当の予想のところで大丈夫ですね。予想の EPS が出てない場合は、実績の EPS で問題ないです。はい。ということで、今後もこのような株主舞台とか高配当の動画、どんどんアップロードしていきますので、気になる方はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。以上。